ともきか。元気でやってるか。こんばんは、ともちゃん。夜遅くごめんなさいね。この子か。いや、ここに来たのはな、他でもない、この子をちょっと友樹に預かってもらおうと思ってな。なんだと？わしがそんなことすると思っとるのか？まあまあ、ともき、それにあなたも落ち着いて。この子はひなっていうの。実はね、ほらほら、あなた、ともきにちゃんと説明してあげてくださいな。うん、いいか、よく聞けよ。というわけでだ、その間この子を預かってほしいと、こういうわけだ。なんだ、頭からもう一度説明してやろうか。わしのこのもはや天井的に優れた頭脳による創意工夫とだな。いいも何も、できてしまったものは仕方がない。どうだ、すごいだろう。世界広しといえども、こんなことができるのはわしぐらいだもんだ。ひなもともきのこと気に入ったみたいだわ。こうなってしまった以上、後には引けませんからね。それに誰も世話をしてあげなかったら、ひなだってかわいそうだわ。そうでしょう、ともちゃん。ありがとう、ともちゃん。無事にともきがひなを引き受けてくれることになったんだし、そろそろおいとましましょうかね。えあなた。
うん、そうだな。あ、そうだ、ヒナの肉体年齢はな、20歳のはずだ。だからって手なんか出すんじゃないぞ、トモキ。もっとも、若い二人が一つ屋根の下で暮らしてるんだ。間違いが起こっても全然変じゃないがな。いじ、ああ、それはな、お前の知らない人間の卵子がベースになってるがな、わしとトモコの遺伝子もブレンドしてやる。だからお前らが一緒に寝てもいわゆる近親相姦にはならないから安心していいぞ。じゃあ本当にそろそろ行くわね。ここに一通りの着替えは置いとくわ。あとはみどりさんに必要なものを持ってきてくれるようにお願いしてあるから。じゃあな、いつかまた会おう、息子よ。役所みたいなものだからな、いろいろ工事の手続きやらなんやらで1ヶ月というところだ。じゃあ本当にわしらは行くぞ。さらばだ。ひなをお願いね、ともちゃん。よろしくお願いします、トモキさん。私、もしかしてここにいたらお邪魔なんでしょうか。研究所にいた時、お父様とお母様は私をかばっていてくれたけど、他のみんなは
私を煙たがっていたのが分かっていたから、なんていうかすごく触ってはいけないものに触る感じで、誰も近くには寄ってこなくて、トモキさんもそうやって私から離れているから。とても安心できます。ええ、お父様と同じで温かい感じがします。どうしました、トモキさん。違いますけど、トモキさんは優しいです。今のとても優しかった。いらっしゃいませ。
ますよ。ちょっと何よその言い方。せっかくひなちゃんの着替えを持ってきてあげたのに。ともきにお礼言われることないわ。ともこ博士に頼まれたんだもの。ねえ、ともき。今度、ひなちゃんにいろいろな衣装を持ってきてあげるわ。その方が、ともきだって楽しいでしょ。いけないこと考えてたでしょう。ダメよ、隠したってすぐ分かるんだから。トモキとは付き合い長いんだからね。まあひなちゃんは可愛いからね。トモキの魔の手が伸びても全然変じゃないし。手つきしちゃったとか。まあ何でもいいわ。ともかく毎週火曜日と金曜日には様子を見に来るからいいわね。じゃあひなちゃん、また来るわ。はい、ありがとうございました。じゃあ、頑張ってね。トモキさん？お手つきって何ですか？します。